それでは寺田拓海選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての率直な感想を聞かせてください。はい、まあそうですね、松山選手は強いって、まあ、分かってたんで試合する前からまあそうですね、まあ、今まで以上に追い込んで、まあ、今回1ラウンドで KO できたことは、まあ、すごく自分の、まあ、自分で成長できたかなと思います。はい、では、実際に戦ってみて対戦相手の、まあ、試合前と試合後でのなんかイメージなど違いありましたらお聞かせください。そうですね、まあ、最初のもう触りの時点で、あ、強い選手だなっていうのも分かったし、まあ、そうですね、膝で、まあ、記憶飛んじゃって初めて記憶飛ばされたんで、まあ、それも、まあ、強いかなって、まあ、改めて強かったなと思います。はい、はい、それでは今デビューから4戦4勝で、まあ、ここも含まれて、来年の目標、今後の目標を聞かせてください。そうですね、まあ、今年はいい年越しができると思うんで、まあ、また来年から気持ち切り替えて、はい、まあ、気持ち切り替えてまたフェザー級でトップ戦線に入れるようにまた頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。こちらでインタビュー終了となります。